高松市中心部南端から南部郊外にかけての航空写真に区画整理事業の境界を重ねたもの。左上が栗林公園。撮影時の1980年時点で大田第二土地区画整理事業は事業開始前の農村地帯が広がっている。隣接する大田第一土地区画整理事業は事業中南部第一土地区画整理事業は事業完了間近で 大部分の基盤整備が完了している。国土交通省国土画像情報をもとに作成を打った第土都地区画整理事業は、香川県高松市で施行された都地区画整理事業である。事業主体は高松市。施行区域は大部分が大田地区にあたり、先行事業の大田第土都地区画整理事業に対して第2地区と呼ばれる。正式名称は、 高松広域都市計画事業をただいに土地、区画整理事業で、施行区域は、高松市、今里町、松川町、伏生市町、北町、林町、大田下町及び田日下町の各一部である。その施行面積は360万3399.77平方メートル、事業費は640億2600万円で、土地区画整理事業としては、 全国最大規模である。施工区域は高松市中心部の南に位置する郊外地域で1980年代頃の事業開始当時は田園地帯であったが市街地に隣接していることから近い将来都市化によるスプロールが予想される地域であった。そのため無秩序な開発によるスプロール現象を防ぎ街路、公園、上下水道等の整備を含む 計画的な都市基盤整備を図ることを目的として、高松市が事業主体となり1987年2月20日に、この事業が始まった。この区画整理の進行により、高松市南部の郊外地域に広大な都市空間が生み出され、そこに人口が流入した区地化が進み、幹線道路沿いにはロードサイド店舗が立地するなど、高松市における郊外化を大きく進行させた。 加えて、思考区域内に、鉄道駅は存在せず、公共交通機関は一部地域を走るバスのみである。ことから、地区内外への移動手段はもっぱら自家用車に、依存せざるを得ない環境にあり、高松都市県におけるモータリゼーションを一層進めた。事業の完成が近づいた2000年代になるとそれらの、減少はピークを迎えたが、それに伴う、中心市街地の空洞化が深刻な問題として、 認識され始め、市街地では民間が主導となった高松、丸亀町商店街再開発が行われたり、高松市が総合計画にコンパクトシティの方針を明示するなど、この事業の完了を機に公害化をこれ以上進めない動きが起こっている。区画整理に伴い整備された主な道路としては、国道11号高松東バイパス、レインボーロード、 サンフラワー通りや高松市、同期ふと式無線などがあり、いずれも高松市中部の幹線道路網を構成する主要道路となっている。中でもレインボーロードは、この区画整理地域全体のシンボル道路に位置づけられており、福音11メートルの広い歩道部分は、光のプロムナード、水のプロムナード、花のプロムナード、風のプロムナードのゾーンに分けられ、それぞれテーマに沿ったモニュメントや噴水が、 配置されているなど、特徴的で、個性的な空間を形成している。事業区域内の住所は、全域で、感知処分広告翌日の2008年11月1日を、もって変更された。町名に関しては、親しみの観点から原則として、変更はせず、地盤整理を行うことにより、地盤を改めて振り直すこととした。外区ごとに親番を振り、 外区内に枝盤を振る方式である。その際、これまで使われていた地盤を使用すると混乱をきたす。可能性があることから、今里町は401番から、松縄町は1001番から、不正市町は2001番から、木部と町は5千0 0 1番から基盤している。行われたのは地盤整理のみであり、住居表示は行われていない。 住所変更に伴う関係条例の改正は2008年9月18日に高松市議会において原案通りに可決した。施行区域は全域が小技の存在する地域であったが、地盤整理に伴いかつての第一地区と同様に全廃されている。先の区画整理でも施行区域となっていた今里町及び松縄町は今回の区画整理によって町内から 小技が全滅している。太字は全消滅、車体は大部分消滅、通常体は一部消滅を示す。ありがとうございます。